かというと最初はですね、私取ろうと思ってなかったんですよ、育休を。初日になんかすごくいろいろと言われて落ち込む方も多いかもしれないです。育休 .com では男性育休のサポートを行っております。育休メソッドのダウンロードは概要欄から。はい、育休 .com の弘中です。教えて育休先輩ということで、実際に育休を取得した人に、ご登場いただいて生の声を聞いていきたいと思っております。これから育休を取得しようと思っている人が、育休取ろうかどうか迷っていたけど、メリットが多いから育休を取ってみようとか、経営者とか、人事労務部門が会社で育休を取得してみようと思ってもらえるような動画にしていきたいと思っております。今回は久野さんにご登場いただきます。久野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速、久野さん、簡単なプロフィールと、取得した育休の概要を教えていただけますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして私、久野真也と申します。よろしくお願いいたします。在籍、所属はですね、富士通に在籍しておりまして、まあ、仕事はマーケティングに、部門に、所属をしておりまして、まあ、社内のマーケティングであったりとか、あとは、まあ、社内のコミュニケーション活性化みたいなところを、普段は企画したり、推進したりをしているのが、お仕事になります。まあ、会社全体としては DX の一環として、まあ、そういったコミュニケーション活性化とかをどうしていくかというのもあるので、まあ、そういったことが私の役割としてやっております。で、フジトラってやつですね。はい、あ、そうですね、フジトラスコメーション、ありがとうございます。フジトラという活動をですね、全社でやっているんです。まあ、その一部ですねに関わっているということになります。で、まあ、育休のお話ということで、私は今年の、まあ、2021年の9月1日から9月30日までの1ヶ月間、そんなに長くはないですが、1ヶ月間取得をしました。で、あとはそうですね、まあ、ちょっと制度面の話になっちゃうんですけども、弊社はですね、1ヶ月間だといわゆるその国の制度的な育休制度ではなくて、積み立て休暇、社内の積み立て休暇、社内の積み立て休暇を、使って、要は育休という形で利用することができるので、そういう、まあ、選択肢があるんですね。なので、まあ、今回1ヶ月間その社内の制度を使ったということですか。はい、そうですね。ああ、すごい。そういう社員結構いるんですよね。あまり長く取れないよっていう人は、なんかそういうのを社内の制度を使って、まあ、いわゆる休んでる期間は同じ期間なんですけども、まあ、社内の制度がいわゆるその一般的な育児休暇としての制度かって言って、まあ、そこは一応選べる。やっぱ社内でも利用、ごめんなさい、最大でどれぐらい取れるんですか？1ヶ月間取れるんですか？もともと1年間で積み立て休暇が20日間あるので、それを使うと、まあ、基本的に1ヶ月ぐらい。ああ、それは有給でってことですよね。はい。ああ、すごい。やっぱり大企業は進んでる感じですね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、1ヶ月で、今戻られて、1ヶ月、まあ、2ヶ月、1ヶ月半ぐらい経ってるって感じですか、ね、職場に戻られて。はい、なるほど。はい、分かりました。戻られてどうですかね、その雰囲気というか、復帰に大変だったとか、そういったことありましたでしょうか。そうですね。まあ、ちょっとリハビリ期間があったというか、戻るのに。というのも、まあ、弊社は結構在宅ワークしている社員が多いので、まあ、私の職場も、まあ、9割ぐらい在宅っていう人が多いので。もうその部署が9割ぐらい。あ、そうですね。もうほぼ全員みたいな感じですね。そうなんです。なので、私、まあ、育休を取得中と、あとは復帰してからっていうと、要は出社がないので、まあ、環境的にはあんまり変わってないと、いうようなことがあるので、だからどっちかというと気持ちの切り替えが結構最初はちょっと難しかったかなというふうに思います。まあ、育休中も在宅、家にいるし、そうね、まあ、制度的に終わっても家にいるしみたいな、
まあ、気持ちは変わるけどみたいなところですね。そうなんですよね。ああ、なるほど。結構その物理的に変わるとね、あの気持ちも切り替えやすいみたいなところありますけど、難しいですね。そうかなって思います。はい、はい、ありがとうございます。で、まあ、あの社内制度が割と整ってるとはいえ、あの、まあ、そのプロセスですね、一級をし、あの取得しようと思ったあのプロセスっていうのはどういった感じだったんでしょうか。まあ、ちょっと私の場合若干特殊で、あの社内の制度を使ってというお話だったんですけども、なんだ、あ、まあ、そういうちょっと取得にあたってのプロセスの話になっちゃいますけど、まあ、その取りますっていうふうに、まあ、なって会社の人に報告、取りたいですっていう報告をしたのが取る、1ヶ月半前ぐらいだったかな、9月1日だったので7月の頭ぐらいに、上旬ぐらいですね、あの部署の人に伝えて、で、分かりましたっていう風になって、で、まあ、そこからちょっと、まあ、奥さんもの育休の、育休、産休育休 の、 その手続き面は横で見てたので、大変だなとかと思いながら、あの最初は、だから私もあの、会社がそういう積み立て休暇を使えるって知らなかったので、普通にいわゆる、育休を取るプロセスで情報収集して、手続き面何を用意しなきゃいけないのかっていうのを見て、で会社の制度上1ヶ月前、取得する1ヶ月前に申請を全部出してくださいというのが、そこは聞いていたので、まあ、だから、1ヶ月半前に会社の人に言ってっていう話で進めたんですね。なので、まあ、ちょっと 最初はなんかあのしっかりと、育休を取るというところで手続きを進めて、出したタイミングで人事の方から1ヶ月期間だったらあのこちらの制度も使えますよ、積み立て休暇で取得することもできますよっていうことを人事の方に提案いただいたんです。なるほど、はいはいはい。あ、じゃあそれまではその社内にその積み立て制度があるっていうのは知らなかったってことですかね。そうですね、まあ、人事に教えてもらって初めて、うん、そうなんです、そうなんです。ああ、なるほど、うんうんうん、そうですよね。なかなかなんとなく周りで取ってる人はいてもどういう制度を使ってるかっていうのは人事から教えてもらわないとわからないみたいなところはありますよね、うん、なるほど、なるほど。あれ、じゃあ国の制度というか育児休業、はい、休業の方は使ってないってことですか。もう社内の制度は使ってないんですよね。あ、はい、そうなんですね、なるほど。で1ヶ月取れてるってのは素晴らしいですね、うん。やっぱ周りもとその制度を使ってる感じなんですかね、雰囲気的に。なんかそういうのがもともとあるって知らなかったので、なんか積み立て休暇使ったっていう風な質問は取る前は聞いてなかったんですけど、1ヶ月取ったよっていう人に聞いたら何人かあの積み立て休暇で取ったっていう人がいたので、あ、やっぱそういうの使ってるんだなっていうのはあの後から知りました、うん。あ、そうなんですね、うん。やっぱりその辺も、まあ、事前にインプットしておいできておいたらよかったみたいなところありますか、この社内の制度なり。あ、そうですね、もしかしたら手続き面が全然あの社内だと思ったら簡単だったので。ああ、なるほど、なるほど。すごいなんか前々からいろいろと準備してとかっていうのはなかったかもしれないですね。ああ、なるほど。あ、それは国の制度を使おうと思ってた前提だったからってことですか。あ、そうですね。ああ、なるほど、なるほどですね。やっぱりその制度のプロセスも違いますし、ね、あの出す書類とかも多分違うと思うんで。そうです、そうです。あ、なるほど、なるほど。あ、そういう感じなんですね。はい、ありがとうございます、はい。で、まあ、育休実際に、まあ、1ヶ月取られてですね、まあ、良かったこと悪かったみたいなことをお伺いしたいんですけども、まず、まあ、良かったこと、はい、まあ、あの久田さん、あのノートにもいろいろあのまとめられてらっしゃるので、あのリンクも貼っておきますので見ていただけたと思います。ありがとうございます。まずちょっと良かったことってどういったことがありましたでしょうか。まあ、私が取ったのは、まあ、娘が今年生まれて取ったタイミングだと3ヶ月から4ヶ月ぐらいのになる期間だったんですね、うん、1ヶ月間は、うん。で、まあ、あのなんだ、お子さんがいらっしゃる方はそれぐらいの期間だとなんとなく想像つくと思うんですけども、すごい多分なんか成長が激しい時で体重も大きくなるし、
首が座って寝返りが打てるようになったりとかっていう風に すごくその赤ちゃんの子供の成長が著しいタイミングなので、なんかそのタイミングで取れたのはすごく良かったなって思っていて、でなんか、まあ、もし、テレワークではあったんですけども、なんでしょう、そういう変化のタイミングが後からその奥さんからこうだったよとか動画で 見せてもらうとかっていうんじゃなくて、まあ、目の前でそれが見れたっていうのは、うんうん、まあ良かったかなっていうのと、あとは結構、テレワークじゃないわ、育休取得前は結構仕事バタバタしてたんですね、うんうんうん、でそういうのもあって、でそこにまあ、子供のお世話とかもしなきゃいけないっていうので結構より気にバタバタしてたりしたので、落ち着いて子育てに向き合えたっていうのはすごく良かったなというふうに思います、うんうん、やっぱりそれはそのまとまった時間があった頃こそできたことって感じですか、ね、はい、しっかり休んで、はい、あとなんか子供の生まれたてってなんかイベントが多いじゃないですか。お宮参りとか、はい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 、奥居染めとか、なんか、そういうイベントことが多いので、その辺も結構まとめてその1ヶ月で詰め込んだんですよね。うん、あ、なるほどね。はいはいはい。もう集中させて。そうです、そうです。うんうんうん、なるほどなるほど。はい。ありがとうございます。はい。まあやっぱり そうですね。まとまった時間ができたからこそ、その子供と向き合える時間というかですね、集中できたのかなとは思いますね。はい、はい、まあ光もあれば影もあると思うんですけども、まあ、育休取って苦労したことというか、なんかありますでしょうか。なんかそうですね、苦労したことはいくつかたくさんあって、まあ、一つはそうですね、まあ、育休初日からなんていうんですかね、奥さんからいろいろとお叱りを受けるという。お叱り？あ、そうなんですか。どういう感じ、どういう感じですか。なんかなんでしょう、まあ、まだ仕事してた時、育休する前、まあ、外出とか子供連れてする時に、まあ、ベビーカーをしてとか、まあ、いろいろと子供のお世話するグッズを持っていかなきゃいけないじゃないですか、一緒に。うん、はいはい。でそういうのをなんかまあ普段だとバタバタしてたんで、なんか結構奥さんに任せた部分があるんですけど、育休取ってから、はい、赤ちゃんを外に連れていく時に何を持っていかなきゃいけないか分かってるみたいなっていうことを言われて、あれおむつとお尻拭きとあとはなんかミルクぐらいじゃないのみたいな、うん、なんか結構いろいろこまこましたものがあるんですよね。なんかその辺を、なんかしっかり把握しといてねみたいなっていう風に言われて、うん、ああなるほどですね。まあわからないですよね最初はね。なるほどなるほど。初日から結構いろいろツッコミを受けるっていう。なるほど。あとはどうでしょうか。まあ、職場、まあ、そのプロセスのところにもありますけど、その職場から離れるときちょっと苦労したとか、また戻ってくるときに苦労したとか、はい、そのところの辺はどうでした。職場のところで言うとですね、まあ、引き継ぎの部分はやっぱりその最終日ギリギリまでちょっといろいろとあったりするので、まあ、それはどうしても覚悟してた部分はあるんですけども、うん、なんかそのなんか私のやってることとか、まあ、ありがたいことに引き継いでいただける方もいらっしゃったり、ご準備していただいて、で、まあ、しつつもなんかあれやっぱ明日からいなくなるってなると結構難しいなと、なんかその今私はこうやってる状況はこうですよとか、まあ、徐々にその一緒にやってる期間を1週間とか最後置いてやるんですけど、まあ、明日からカチッと切り替わるっていうのはやっぱすごく難しいなというふうに思って、なんか、まあ、最後はよろしくお願いしますみたいな感じで終わった部分はあるんですけど、はい、なので、ただ、もともと結構オンラインで仕事をしてて、対面でや
ってるってことはなかったので、例えばなんか私がメモしてるものとかっていうのは、あの手元に残るものとか、あと紙とかで残してるものなかったので、基本的にだからデータの引き継ぎとかで、あの基本的なものは引き継げたんですね。その辺はだからまあある意味テレワークやってたから、その辺はやりやすかったのかなというのは少し振り返ってみると思います。あ、なるほど。さすが DX を推進する会社。いや、私やっぱり意識してたわけじゃないです。データが全部クラウドにあると、その次もスムーズにいくよみたいなところありますよね。なんかね、オフィスだと手元に残しておいて、なんか ここにあれが書いてあるとか、自分が取ったメモとかを見返すとできるんですけど、まあ、テレワークだとそれがしちゃうと、はい、なかなかあの一緒に仕事ができないので、普段からまあオンライン上でクラウド上でデータ共有とか、なるほど、ね、それは確かに便利かなっていう。そうですね、やっぱ引き継ぎっていうのを考えると、そのデータクラウドにあるし、ログも全部残ってるし、やり取りは分かるしみたいな、はい、やっぱ有利ですよね、うん、なるほど、いいですね。どんどん DX を進めていくのでは、いはい、ありがとうございます。で、あの須田さん、今回お子さんが 2、3ヶ月のタイミングでしたっけ。はい、3ヶ月から4ヶ月のタイミング。あ、なるほど。そのタイミングで撮ろうと思ったっていうのはどういうきっかけなんでしょうか。まあ、生まれてすぐじゃなくて、ちょっと空いてっていうのは。はい、あの、まあ、3ヶ月だからっていうふうにそこにタイミングを狙ったわけじゃなくて、どちらかというと最初はですね、私取ろうと思ってなかったんですよ、育休を。そうなんですね、そうなんです、そうなんです。生まれた直後は、あ、ちょっ、あ、はは、取ろうと思ってなくて、5月末に生まれて、で奥さん実家があの九州なので、あの里帰り出産して、で1ヶ月ぐらい向こうに滞在して、で7月の頭にこっち、私川崎に住んでますけども、うん、こっちに帰ってきてですね、まあ、そこからですね、でさっきお伝えしたように少し仕事がバタバタしてたんですね。で仕事バタバタしてる中で、まあ、あの育児はどうしても2人でやらなきゃいけないから、あの仕事ができない時間帯ができちゃったんですよ、うん、夜6時過ぎから子供が寝る9時ぐらいまで、もうそこは結構子供をミルク与えたりとか、あとはお風呂入れたりとか、まあ、2人の夜の食事もあったりするので、まあ、その辺を家事育児分担してやると仕事ができない時間帯ができちゃったんですよね、うん、なるほど。でそうなると、何でしょう、仕事もすごく中途半端だし、育児もすごく中途半端だなっていうふうに思ってきたんですよね。だからこの生活をずっと続けるっていうのが結構あの現実的に難しいなっていうふうに思ってきての、なんか育休取るかというふうに考えの思考が変わりました。へえ、じゃあ生まれる前は取ろうと思ってなかったと。そうなんですよ。で むしろだからテレワークで家にいるから、なんかまあ育児もできるかなと思って、あ、まあ、取らなくていいかなと、はい、そういうふうに思ってたんですね、うん、まあそれができてみたら、まあ、結構大変なんみたいなところ。そうなんですよね、思ってたら大変だなって思ってなるほど、あ、そういうマインドチェンジもあるんですね。あ、なるほどですね、はい、ありがとうございます。あれですかね、結構出かけたりとかされます、外にお子さん連れて。育休の時はさっきあのイベントをすごく詰め込んだので、実は1ヶ月の間になんか、まあ、いろんなあの予期せぬイベントもあったんですけども、うん、結構 3日に1回は外に出てましたね。あ、結構なんかすごくあすごく外出が多かった1ヶ月間だったんですけど、あの普段はあの仕事復帰してからとか、あの育休取る前はそこまで外出はしてないですね。あ、どういったところに行かれるんですか。児童館とか公園とか。公園な、どこ行ったかな、まあ、結構なんかいろんなところに行きます。近場じゃなくて本当に電車とか交通機関使って、都内に出たりとか横浜行ったりとかしながら、じゃあ普通に買い物行ったり
そうですね。ああ、なるほど、なるほど。してました。社内でなんか パパのコミュニティというか、パパ、このパパだったら相談しやすいみたいなのってあったりするんでしょうか。ああ、まだなんか相談できるみたいなっていうところは、あるのかな、ちょっと私が知らないだけかもしれないですけど、まだ参加できていなくて、うん、ただですね、なんか弊社も男性の育児参加にもっと後押ししようっていう風な、まあ、制度がすごくできてきてですね、なのでなんかそういう会社の人事の方々が結構そういうのに後押ししてくれるようなサポートしてくれるような、そういう動きは徐々にですけども最近できてきてますね、うん、あ、じゃあ社内としては、まあ、その育休を推進していこうみたいな、はい、ヒントというかメッセージみたいなのは社内で流れてる感じですかね、はい、出てます出てます。なるほど、うん、まあ、そういうのが、まあ、大企業だと、ね、まあ、富士通さんとかだと、まあ、結構前からやられてると思いますけど、中小企業とかだとまだまだそういう雰囲気はなってないと思いますので、うん、やっぱりそういうの辺は雰囲気作りみたいな大切ですよね、うん、はい、そうだと思います。はい、ありがとうございます。あれですか、奥さんとしてはこの育休に関しては取ってよかったねとか、どういう感想をお持ちなんですか。まあ、もともとやっぱり取ってほしかったんだろうなとは思います。うん、で、まあ、お互いちょっと初めてなので、うん、なんでしょう、もう予想してたより全然大変だなっていうのが、お互いに、生まれてみて、その辺はすごくびっくりしてるので、まあ、だから、まあ、やっぱり取った方がいいねっていうのは、まあ、奥さん的にも良かったんじゃないかなと思います。だいぶだから、なんでしょう、一人で育児するのもだいぶ慣れてきたので、まあ、奥さんもだから、ずっと付きっきりというよりかは、奥さんも週1ぐらいはなんか、一人で外に出る時間があったりとか、うん、なんかそういうのは時間が取れてるので、まあ1ヶ月間多分集中して、私も育児に専念できたので、まあそういうのは、いてきなっていう感じに、私としても別にそんなに、なんだ、プレッシャーになることもなくできたかな、うんうん、できてるのはいいかなと思います。あ、よかった。なるほど、じゃあ夫婦的にもプラスになったみたいな感じですかね、うん、あと育児に、まあ、育児をやってみてですね、まあ、気づいた点というか何かありますでしょうか。はい、そうですね、まあ、育児をしてて、まあまあ、さっきいろんなところにちょっと1ヶ月間イベントが多かったので外出したよという話をさせてもらったんですけども、まあ改めて何て言うんですかね、その街中でそのウェビーカーをして家族での移動するっていうのがやっぱ非常に不便な部分もたくさんあるなっていうふうに感じたんですね。で、まあ特に都内とか、あ、まあ、横浜を含めて その人が集まる場所っていうのはやっぱ特にそういうことを感じて、うん、私もともと地方出身なので就職してからこっち関東に住むようになって、まあ、やっぱすごく便利だなと、その公共交通機関が発展してて、うん、夜遅くまで電車も動いてるしっていうふうにすごく便利だなと思ったんですけど、初めてそのこの都会が不便だなって感じたんですよね。あ、ベビーカーをで移動するって初めてってことですよね、はい、そうなんですよ。で、具体的に言うと多分ご経験者の方ならすごく共感してくれるかなと思うんですけど、エレベーターの場所が全く分かんないとか、でエレベーターの方を乗っていくと今度その出たい出口に出れないとか、うーん、あとはやっぱりその乗り換え、東京の場合だと乗り換えが多いので、乗り換えをベビーカーをして乗り換えするときに一気に分からなくなるんですね、順路が。なるほど、ね、東京メトロとか地下鉄の場合だとあと何メートルでとかっていうふうに書いてるんですけど、うん、あれ基本階段が多いので、階段かエスカレーターが多いので、実はエレベーターの移動を、うん、考えて設計をされてないので、非常にだからこんなに同じ駅の中
で乗り換えするのに時間かかったことないなっていうふうに、思うことがすごくあったんですね。あ、なるほどですね。やっぱり結構迷路じゃないですけど、もう動線が どっち行けばいいんだみたいな。そうなんですよ。だからあの階段を使えばすぐ、あの乗り換えができるのに、エレベーターがないと。あ、そうですよね。そうなんですよ。結構大変ですね。私も結構アクティブに外出してましたけど、やっぱその事前にその動線を調べとかないとなかなかスムーズにいけないとかありますんで、大変ですよね。そうなんですよ。なんかその辺がなんか都会っていうか東京ってすごい便利だなと思ってたのが一気になんか不便だなって感じるようになりましたね。それはそうですよね。やっぱりベビーカーを押してみて初めて気づく体験というかっていうところですよね。はい、ありがとうございます。はい、久野さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではこれから、まあ、育休を取得しようと思っている人への、メッセージを最後にお願いします。あ、はい、ありがとうございます。まあ、改めて1ヶ月間、私の場合1ヶ月間ですけども撮ってみて、なんだ、近くであの子どもの成長が1ヶ月間でしたけども1ヶ月でもだいぶ変わるんだなっていうのが、あの近くで見れて、よかったなっていうふうに思いますし、まあ、奥さんのなんか苦労っていうのがなんか本当になんか奥さんが持ってるカバンの中身とか全然分かんなかったんですけど、こんなに子どものものが入ってるんだっていうのをなんか気づけたりとか、あのそんな細かいところですけども、そういうのが気づけてよかったなっていうふうに、すごく思います。で、あとはそうですね、なんか子育て、私もそんなになんか自信があるわけではなかったんですけども、多分徐々にいいかなというふうに思います。なんか休みって明日から休みになって、じゃあ今日から育児始めるぞって言ってもなかなかできなかったりするので、まあ普段から少しでもその奥さんがやってることを見て、まあ、あとは家事とかですね、その家事なら手伝えるよというふうな部分があれば、なんかそういうところからやっていくと、もし育休を取る場合だと初日からなんかいいスタートが切れるんじゃないかなと。結構、まあ、私もそうでしたけども、初日になんかすごくいろいろと言われて落ち込む方も多いかもしれないね。言われてってなる方もいるかもしれないんですけども、そこは少しずつできるようになっていくので、おむつ替えもどんどん早くなると思うので、ぜひそこはですね楽しんでいただけると、とってよかったなと、誰もが思えると思いますので、ぜひ検討してもらえればいいかなと思います。あ、はい、ありがとうございます。非常に参考になりました。いえいえ、はい、はい、それでは今回は以上になります。今後も育休を取得した人にインタビューしていきますので、次回以降もぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。育休 .com では改正育休法の義務化に対応できるように、研修の実施、相談体制の整理、人事制度設計のサポートをさせていただいております。概要欄からぜひお問い合わせください。